皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今日はですね、使徒の働きの8章の9節から13節、ちょっと長いですね、お読みしたいと思います。ところで以前からその町にはシモンという名の人がいた。彼は魔術を行ってサマリアの人々を驚かせ、自分は偉大なものだと話していた。小さいものから大きいものまで、すべての人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いていたのは、長い間その魔術に驚かされていたからである。しかし人々はピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えたことを信じて、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受けると、いつもピリポに付き従って印と大いなる奇跡が行われているのを見ては驚いていた。アメン。このですね、ピリポが使徒8章において宣教していたこのサマリアの町、そこはですね、魔術師シモンというものがいたというんですね。そしてこの魔術師もですね、悪霊的な力によって不思議な技を行っていたゆえに、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと崇められていた、そのようなものだったんですね。ある面、この町っていうのは魔術のですね、はびこっていた、それが中心にあったような町だったわけなんですね。この町は魔術にひれ伏していた町でした。しかしピリポの働きによって変えられるんですね。私たちは時にですね、魔術だったり占いをですね、するもの、占い師だとか、そういう人を見た時に、いやー、この人に福音を語るな、この人がイエス様を信じるのは無理だなって諦めちゃうことがあると思うんですね。でもですね、ここを見ると魔術師がもう神様の働きに感動して洗礼を受けた、悔い改めたということを見ることができるわけなんですね。私たちの神様は人を変えることができる神様なんです。神様は力ある神様、どのようなですね、悪霊的な働き、力があるとされているものよりも、私たちの主は力があるものであることを知っていただきたいと思うんですね。問題はどこにあるか、私たちがこの力ある権威を用いていないことにあるんですね。何かですね、私たちがちょっと引いてしまって、いや無理だって思ってしまう私たちの心に問題があるんですね。それゆえに神様に力があるということを人々が見ることができなくなってしまっているわけなんですね。私たちには主には力があるということ、そして私たちに力ある権威が与えられているということを知らないといけないし、用いる必要があります。主の力を軽んじてはいけません。弱々しいクリスチャンとなって諦めてはいけないんです。ジョン・ラミレスというですね、先生がいるんですけども、この方は元悪魔崇拝者でですね、この悪魔礼拝をする者の祭司の、位の高い祭司の一人だったんですね。しかしその中で変えられた。私たちがですね、この人は無理だと決めつけてはいけません。なぜなら主は人を変える力があるからです。私たちは取りなすものになりましょう、語るものになりましょう。もちろんですね、あえて魔術師と言われる人にですね、一人で戦う必要はないです。私たちは共にですね、チームとして取りなして祈り、知恵を持って戦う必要があります。しかしですね、何もする前から心折れるものになってはいけません。私たちの主は力ある神様です。お祈りします。神様、ありがとうございます。力ある神様、あなたにもっと信頼することができるように助けてください。力ある神様、あなたをもっと経験することができるように助けてください。私たちの信仰を増し加えてくださって、私たちも主をあなたと共に力ある働きをすることができるように助けてください。感謝し期待し、愛するイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。神様の祝福がありますようにお祈りしています。God bless you.